有安ありとキラカリンの K プランニングラジオ。この番組は毎週金曜日23時より15分間お送りしているラジオです。今気になる世の中のこと。最初のコーナーは世間の気になる話を取り上げて話します。本日の気になるニュースはカムカムエブリデイ。エブリバディ？エブリバディでしょ？エブリバディでしょ？だよ、私エブリデイって言っちゃった今話の流れで言っちゃったよ。あ、そうなんですよ、はい。まあ、このコーナーのちょっと最初説明させていただきますと、まあ、4月からちょっとケープランニングラジオ新しくしていこうじゃないかということで、はい、最初のコーナーを設けてました。 で、世間の気になる話を一つ取り上げていこうということで、いきなり間違うというあれですね、朝ドラの話をしたかったんですよね。そうです、はい、そうなんですよ、ちょっと勢いづいてしまいましてすみません。やっぱりね、毎日のようにね、朝ドラの話っていうのはよくね、ヤフーニュースとかにもね上がってくるんで、はい、皆さん見られてるんじゃないかなと思うんですけど、今回のね、うん、朝ドラって3世代のヒロインが、ね、100年をつないで、その英会話の、ね、はい、英会話をベースになんかこうつないでいくみたいな話だっていうことで、そうですよね、はい。まあ、どうなるのかなと思ってて、うんうん、私もしょっちゅうは見れないんですけど、やっぱり土曜日とかの、はい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 、ね、まとまって見れるやつで見たりとかするんですけどね、うん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 、分かりやすいですよね。分かりやすい、はい、普通に。私今回のは全然見れてないんですけどニュースでは見てます。あ、そうなんかちょっとだけ見ました。ちょっとなんか、うんうんうん、親が録画してるので、その実家に帰った時に流れてる程度なんですけど、はいはいはい、ちょっとだけ見てます。はいはい、なんかその100年の流れっていうのがね、うん、すごく分かりやすい形で表現されてるなっていうのは見てて分かりますし、今ねちょうどその3人目のヒロイン、はいはいはい、ひなたちゃん の、 時代っていうのが、まあ、若干自分にもかぶってるので、あ、確かにとか、うんうん、NHK の、ね、朝ドラの映像がその中でまた流れてるおしんとかが流れてたんですよ。はいはいはい、懐かしいってそうですよね、まあ、知らない人のために言うと、うんうん、今回の朝ドラはヒロインが3人いて100年間追ってる、うん、はい、NHK でやっていた基礎英語、今もやってるけど、 そうですね、その、はい、まあ、軸に、おばあちゃんの代から最後孫までみたいな感じの話なんですよね。そうです、はい、そうです、そうです。で、今が3人目の話ということでね、河合里奈さんが演じてる。そうです、アメリカ編ではないですか。うち、なんかパッと見た時に、なんかアメリカ編というかアメリカ人の人が好きみたいな、いわゆるその上映映画村で働いているそのひなたちゃんのところで、いわゆるその時代劇がやっぱりされてきた時代があって、うん、はいはい、で、まあ、その侍を、うん、サムライベースボールっていうタイトルだったかな、うんうん、の映画を作るっていうので、ハリウッドから、はい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 、いわゆるそのキャスティングとかをしに、うんうんうん、スタッフが来るっていう、そういう話でその英語が結構飛び交っててみたいな、うん、はい、なんかね、バーのシーンで終わってましたよね、はい、で、もうすぐ 来週ですかね、最終回。そう、そうですよね、うん、なんか結構本当に楽しく見てたっていうね、飽きない作りだったなっていう。で、朝ドラって重たくならないように作るっていうのあるので、うん、まあ、そこは本当にね、もうレベルの高いものだったんじゃないかなって。今結構ね、その伏線の回収がすごくて、うん、結構そこも話題になってるので、そうですね、まあ、うん、そういうふうなことをね、話題にしてもらえるようなね、作品を作りたいなって、まあ、つなげて思ったりしました。はい、ぜひお願いします。はい、カリンの玉手箱。このコーナーも新コーナーのタイトルですね。はい、このコーナーはキラカリンさんの経験したことを話していただきます。今回の玉手箱はエイプリルフール。エイプリルフール本日ですね、はい、そうですね、はい、私ね、嘘つくの苦手なんで、エイプリルフールに、はい、成立しないことばっかりなんですけど、はいはいはい、まあ、アリさんとかやったことあります？エイプリルフールで、まあ、嘘をつくっていう言い方するちょっとあれなんですけど、うん、いや、まあ、偽の情報を流す。ないですね。午前中までとか言いますよね。あ、なんかイギリスは午前中までですよね。なんかエイプリルフールで、うんうん、企業がツイッターの
アカウント名をちょっと変えたりとか、はいはいはい、ちょっとした嘘をなんかツイート流すのニュースになったりすると思うんですけど、うん、はいはい、それを楽しみにしてますね。自分自身ではあまりないですね。なんかいつの間にか4月1日って感じですね4月1日ってねバタバタしてますからねなんかね、あ、だいたいミーティングから始まったりしてますよねはい、私もね全然なんかそういうのはしてなくて、多分ね日本人の、性質上あまりエイプリルフールっていうのは盛り上がりはそこまでなかったんじゃないかなって勝手には思ってるんですけど、うんうん、はいはいはい、まあ、私もうそれこそ20年ぐらい前かな、うんうん、その香港の芸能人がすごい好きで、うんうん、いろんな話とかあちこちから情報を集めてた時に、はいはい、ある女優さんと俳優さんが、うんうん、まあ、ずっと付き合ってるんですよ。でいつ結婚する、いつ結婚するみたいなやつで、うん、いついつ結婚するって発表があったみたいとか、ほうほうほう、まあ、細かいことまでちょっと覚えてないですけど、なんかそういうところにこう差し込まれてくるっていうのがありましたね。海外から偽情報がやってくるみたいな、はい、なんか楽しかったですね。だからその幸せになる嘘をつくための日と思えばいい日ではあるんですけどね、だから影響しない程度じゃないとダメですよね、うん、そうですね、うんうんうん、だからあとはそのなんていうかサプライズをするために、うん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 、用意するにはいいかなって、こう使うにはいいかな。例えば、まあ、例えば、まあ、プロポーズだったり。え、それどうなんですか今日エイプリルフールでしょ、嘘でしょ。あ、違う違う違う、もう逆よ、最初のスタートは逆ですよ、うんうん、もう別れよみたいな話から来て、うんうんうん、で最後はいや違うんだみたいな感じで、結婚してほしいんだみたいな、はい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 、はい、うん、相手の本当の気持ちがそこでも分かるんじゃないのかなって。そんなね、うん、美味しいことばかりじゃないと思いますけどね。本当に別れちゃったら困るんであまりやってほしくないんですけど。なるほどなるほど、まあ、ちょっとね今調べた中で、はい、企業の、ツイッターであったエイプリルフールのネタちょっとだけ紹介しますと、はい、例えばグルコーサミンで有名な、世田谷自然食品あるじゃないですか、はいはい、テーマパークぐるぐる遊園地をオープンとかねどこにあるんだみたいな、ね、そう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 、面白いですよね。 あと蝶屋梅酒、はいはい、に、バー梅クーヘン発売とかねなんかありそうでないっていうのがいいですよね。そうですそうです。あとカルビーのロゴ、はいはい、赤いエビやと思うんですけど黒いエビになるっていう、ね、それはそれでなんかブラックな感じで、そうそうそうっていう感じでねいろいろな企業がねこうやってまあ、それ面白いですね。そう面白いです。これいつもねツイッターで、うん、なエプリルフールみたいな感じで盛り上がってるんで、はい、いつもそれをタグで見つけてこう見るのがとても好きですね。じゃあ今年は何かっていうのをねまたね、うん、ネタが上がってきたら、うん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 、結果をね報告しちゃってもいいんじゃないでしょうか、はい、探してきたネタを、ね、はい、ぜひ、はい、まあ、まあ今日でしたからね、はい、そうですね。だから、はい、1週間後にね、うん、また何かそうなりましたよって言えたらいいですけど、いいですけどうちら収録室見なの で、 そうです、ね、ちょっと難しいですね差し込むのは難しいですけどはいはいはい、はい、まあ、ぜひ楽しんでください、はい、はい。アリアスのちょっとした話、本日のちょっとした話は桜の曲といえば何を思いつきますかということです。桜の曲、はい、何思いつきますか。え、桜、桜どって言うじゃないですか誰が歌ってる桜ですか。はいはいはい、え、わかんないや桜をテーマにしてる曲多すぎてわかんないんですけどね。何思いつきます。でも例えばね、はい、森山直太朗さんの桜読書とか、はい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 、あとはうちだったら宇多田ヒカルの桜ドロップスとかあったんですけど、なんかね桜は多いですよね、はい、生き物がかりの歌とかね、はいはいはい、いろいろ桜関係の歌はやっぱ日本人だからまあよく作ってるんじゃないですかね。まあ桜っていうキーワードは多いですよね、うん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 、なんか桜坂とか、うんうん、なんかそう言われるとまだちょっとこう、だから桜坂も福山雅治さん、うん、桜坂も桜の曲ですよね。そうですね、桜というタイトルといえばではなく桜の曲といえば
だった川口京子さんの桜とかいろいろあるんですけど、はい、何が一番その印象に残ってます？いや印象に残ってんのはやっぱり私は宇多田ヒカルの桜ドロップスっていう曲なんですけど、はい、まあ、聞けばねどんな曲か多分わかるかなっていう感じなんですけど、あ、そうですよね、うん、あのみんな森山直太朗の桜かな言うのどうなんだろう。 今そうかもしれないですね。なんかこの前も卒業式とかでなんか歌ってませんでした？歌ってました？なんかあのサプライズ出演かなんかどっかの学校で歌ってたっていうのがちょっと出てたとは思うんですね、うんうんうん、あのちょっとまだ不確かだと思うんですけど、卒業式に芸能人来るのっていいですよ ね、ちょっと憧れましたわ昔ね。なんかいいなっていうのはありますけどね。あとはですね、うん、あの小袋の桜とか、あと、まあ、あのさっき言った生き物係の桜とか、ケツメイシの桜、うちらの世代はケツメイシの桜とかね、いろいろ本当に桜といえばでスピッツのチェリーとか、あ、いろいろね出てくるので、嵐の桜酒とかね盛り上がる曲がいっぱいあるので、まあ、ぜひぜひね皆さん桜の曲聴いてみてください。最近の曲ちょっと分かんないんですけど。そうですね、ただあの、うん、桜っていうワードが大きすぎて、うん、意外と思いつかないっていうのが残念なところで。そうですね、だから別れの曲だったり、うん、あとは出会いの曲だったり、うん、本当にいろいろ作れるので、うん、創作にはいいんじゃないかなっていう、うん、はい、感じがしました。Kプランニングとは映像やイラストを中心に、創作するグループの名前のことです。今週の募集になりますけれども、あのいろいろ制作するにあたってのスタッフを募集していきたいと思います。はい、はい、あのそれぞれ得意分野あると思いますので、あの概要欄をあの参考にしていただいて一度あのご応募していただければと思います。はい、ということでですね、まあ、いつもカリンさんはね K プランニングとして活躍していきたいということなんで、このラジオもね続けていきたいなと思いますね。はい、はい、どうでしたか新コーナーやってみて。なんとか噛まずにできたなっていうのはありますけど、はい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 、はい、間違えましたけどね。ただそうですね、一新してできたんじゃないかなと思いますね、うん、うん、このイラスト皆さんに見えてるかどうか分かんないですけど、この YouTube に載せてる、はい、あの私たちのアイコンのイラストも変わりまして、そうですね、はい、可愛いものになりました。さらに私に似てんじゃないですか。最近あの見る機会が増えましたんで、より一層ね、はい、特徴をね掴めたかなと。そうなんです、あの見えてないかもしれないですけど、はい、前髪切ったんですよね。それはさすがに見えてないよね。前髪、あのね私前髪をこう揃えてる時期の方が長いんです、自分の人生の中で。あ、そうなんですか。でも最近切れてなかったから、うんうんうん、こうパッツって切ってる姿を見たらすごい切ったねって言われるんです。確かにあの、あ、切ってるわっていうのは感じましたね、うんうんうん、でも、うん、これがうちのなんか普通っていうか、普段のあれですか。どっちか伸ばしてた時の方が、うん、お、珍しいって感じなんで。あ、実は私もパツンって切ったんですけどね。あ、知って気づいてました、気づいてました。切ったなとは思ってました。はい、いやなんかね春なんでね、イメチェンしていきたいなって、すっごいそれ思いました。はい、私もイメチェンしたいと思ってしまいました。嘘。染めたんですよ私。え、気づかないんですけど。それはねじわっとですよ、じわっと。あ、それこそ桜色です。へえ、はい、あの外で太陽の下で見るとちょっとこうピンクな感じ、うん、ピンクが入ってる、いわゆるその染めるあのカラーのやつを選んでもらいました、うん、桜っていう名称でした確かに。全体的に。そうですね。へえ、うん、そうなんだ。そうなんです、全然気づかないんです。まあラジオなんでね、皆さんにねあの髪の毛見せれないのが残念なんですけど、はい、私も髪の毛は染めたいなと思いつつで、やっぱりうちテンパなんでストッパーっていうか縮毛矯正が先かなと思って、うん、ついつい。そうなんですよ、卒業先に。本当2年前まではめちゃくちゃね茶髪やったんですけどね。茶髪やったんですか。茶髪で太陽当たると、うん、もうほんまにめっちゃ明るい髪の毛でしたね。はい、ということでね、この番組は皆さんの応援によって成り立っております。 YouTube のコメント欄か概要欄にあるホームまでお便りお待ちしております。
それでは来週金曜日23時にお会いしましょう。お相手は有安有と平かりんでした。